はい、カレン、ゲームラボのカレンです。突然ですがゲームサイクルってご存知ですか？今回はリリースから3週間目に突入した大盛況のガーディアンテイルズの紹介となります。おせよという方もいらっしゃると思います。申し訳ありません。で、今回お伝えしたいことは4点。1つ目、ガーディアンテイルズってどんなゲーム？2つ目、ゲームの序盤の進め方とリセマラポイントなどで、3つ目、ゲームの目標とゲームサイクル、4つ目、序盤まで攻略した感想や魅力、以上4点をお伝えできればと思います。皆さん、リリースして3週間も経ちましたが、まだあまりこのゲーム知られてないですよね。決して動画出すの遅れたわけじゃないんですよ。多分まだあまり知られてないんじゃ、知ってる？嘘でしょ。決して動画出すの遅れたわけじゃないんですけどね。あれ、はい、小芝居はこの程度にして、出すの遅れてすみませんでした。ということで、このゲームについて少しお話ししたいと思います。このゲーム、実は2020年に世界向けに公開し、1000万 DL を記録、さらに1億ドル以上売り上げを出したモンスター級のスマホ RPG ゲームなんですよ。1億ドルって日本円にするとなんと114億くらい。開発費がどの程度かかってるかはわからないんですが、あの原神で110億ですからね。まあ10ぐらいあれば作れるんじゃないかな。で、日本語版は2021年10月6日にリリース。メイン開発は韓国のコングスタジオさん。共同運営でアークナイツやアズールレーンでおなじみのヨースターさんによる協業タイトルとなってます。まあ、ヨースターさんは日本のサブカルに詳しく、プロモーションも得意としてるので、このゲームやったことない人でもどこかで目にしてると思うんですよね。さらに、このアプリを日本でリリースするための知見がコングスタジオさんにあまりなかったんじゃないかな。そこでヨースターさんとパートナー契約結んで日本配信をうまく進めたんじゃないかなと、そんな推測をしております。それじゃあね、早速どんなゲームなのかといったところですが、簡単に言うとゼルダの伝説をイメージしてもらえると分かりやすいかな。ブレスト・オブ・ワイルドじゃないよ。トライ・フォースとか初代ゼルダね。最近の子はあんま知らないと思うね。で、見下ろし型のスクロールアクションゲームで、ダンジョン探索を行い、ストーリーを進めていくといった感じ。バトルは流行りの 3D キャラではなく、ドット絵で描写されたキャラたちが爽快で派手なエフェクトによるバトルシーンが満載となっております。最近の若い子からしたら、こんななんか古くせえなって思う方もいると思うんですが、このドット絵は見れば見るほどその美しさと芸術さの魅力があって、古き良き芸術を現代の技術でさらに良くしてるんですよね。まあ、話はそれましたが、さらにダンジョン内部ではオブジェクトの移動や隠し通路などの謎解き要素もあり、結構ね、やりごたえのある内容となってます。まあ、ではではね、このゲームの概要はこんな感じで、ゲーム序盤の進め方からいきましょうか。で、ここで話に出るチュートリアルは、育成コンテンツが解放されるまでがチュートリアルと定義しております。ご理解ください。で、このゲーム恒例のチュートリアルで、ストーリーのプロローグを題材として、基本的な移動、攻撃、オブジェクト操作などを簡単に覚える内容となっています。またこのゲームの世界観を知ってもらう内容となっていて、難しいことは一切なく、簡単に終わらせることができます。で、操作説明が完了したら、ストーリーを進める流れとなるんですが、基本的に編成などは行えず、強制的にステージ1の1を体験することになります。1の1をクリアしたら、みんな大好きガチャの時間がやってまいります。まあ、ここでね、リセットマラソンできるんですが、リモコンと呼ばれるガチャを回すアイテムが30連分、さらに無料の石30連分ほどあるので、ここでリセマラが可能となっております。まあ、だいたいここまで来るのに、のんびりやってでも、まあ、20分かからないぐらいかな。ストーリーというか、まあ、文章をね、
スキップとか早送りでやったらもうちょい早いかもしれないです。でこのガチャなんですが、キャラガチャと武器ガチャがあります。なので最低 SSR2 体と SSR 武器2本は手に入れたいなといった感じですね。最終的に4人編成なので、どれだけ SSR キャラと SSR 武器を持っているかが勝負どころかと思います。白猫なんかやってる方はね、その辺わかると思うんですよね。そのうちね、キャラインフレが起きるゲームだと思います。でさらにストーリーを進め、1の4をクリアすることで育成ダンジョンが解放されます。ここで僕の言うチュートリアルは完了。さらにキャラ編成や進化覚醒、武器の強化なども行えるようになります。ここから基本的なゲームサイクルが回り、ゲームを進める上での目標が見えてきます。ゲームサイクルは無視して遊ぶこともできるんですが、無視しちゃうと育成が思うようにいかなかったり、ストーリーの進捗が遅かったりしてしまうので、基本的なゲームサイクルをこなすことをおすすめします。でこのゲームの基本サイクルは大体どのゲームも一緒なんですが、こんな感じです。ストーリーを進め、ちょっと進みにくくなったなと思ったら、育成ダンジョンで育成素材を手に入れて強化を行う。でさらにより難易度の高いコンテンツで遊ぶといった感じですね。序盤は基本的にキャラのレベルアップ素材や武器のレベルアップ素材を入手することから始めるのが良いかと思います。で4名編成なので素材が枯渇してくるから、まずは SSR キャラを重点的に強化しつつ、必要があればそれ以外のレアキャラを育成するといった感じです。それで育成要素なんですが、これははっきり言ってかなり深いです。キャラに対してレベルアップ、進化、覚醒、超越、武器は強化超越、オプション変更、固定進化と数多くあり、さらにキャラの覚醒はステータスボードの解放。これもね、まあまた白猫の話しちゃうんですけど、白猫なんかやってる人からすると分かると思うんですよね、まあ1キャラ完成させるにもかなりの時間と素材が必要となってきますね。本当に毎日コツコツ遊んでキャラに愛着を持って育成していくって感じってなりますね、さらにゲームを進め、ワールド1をクリアすることで、今度は箱庭要素が追加されます。この箱庭要素はステータスアップの施設やショップなど様々なものがあって、育成のね、最終的な底上げに必要になる要素です。ある程度キャラを強化したら箱庭部分での底上げを行うこととなってきます。はい、まず序盤の目標とゲームサイクル、そして簡単ですが育成要素の話となりました。で最後に、このゲーム序盤までプレイした印象としてははっきり言って面白いです。育成とかはね、深いので手軽かと言われるとそうでもないんですが、少しプレイするだけであればほんと手軽で、謎解き要素もあるので、一度クリアしたステージを探索しながら再プレイしたり、もしかしたらここ通れるんじゃないかなとか、この松明を持っていったらもしかしたらこうなるんじゃないかとか、だらだらゲームをやるというか考えながらプレイするので意外とハマるんですよね。なんて言えばいいのかな、なんかスタンプラリーとか夏休みのラジオ体操のスタンプ同じかな、スタンプをね埋めていくような、なんかそういう小さな達成感に近いものがあって、なんかねプレイしたことによる達成感を上手に満たしてくれて、さらにその対価がもらえるっていうのがなかなか良いバランスになってるんですよね。まあここで言う対価っていうのは素材とかね、ゲーム内のアイテムとかって感じなんですけど、バトルも序盤はそんなに時間も取られず無双しながらサクサクと進むんで、結構爽快感のあるバトルを楽しむことができるかなといったところも良いと思います。
育成ダンジョンは一度クリアしたところであれば自動周回機能も実装されているので、まあ、寝てる間とかにね周回させるってことも可能なんで楽に、まあ、育成はできる仕様なのかなと思ってます序盤はあくまでも序盤は後半行くとそうもならないでそういった意味では育成深度は深いんですけどある程度ね楽しながらプレイできると思います。はい、ということで今回はガーディアンテイルズの序盤のねプレイであったりゲームサイクルそして魅力などをお伝えしてきました。まだねゲームをやってない方はぜひねスマホの容量に余裕があればインストールして遊んでみてください。意外と面白いです。はい、ということで今回の動画良かった参考になったよという方はぜひ高評価チャンネル登録お願いします。それでは今回はこの辺にしたいと思います。